回のしくじりピーター物語は、なんてふざけてる場合じゃない。引っ込んでろと言ったのに、君は何百万ドルもするスーツに勝手にアクセスした上、僕に内緒で僕がするなと言ったことをした。船のみんなは無事？君のせいで大変だったけどな。僕のせいなの？危険な武器があることはあなたに言おうとしたけど聞いてくれなかった。あなたが話を聞いてたらこんなことにはなってないよ。どうせここにもスーツしか着てないんでしょ。話は聞いてた。誰が FBI を呼んだと思う？知ってるか？君を買ってたのは僕だけだった。14歳の子供をスカウトするなんてどうかしてると非難されたんだからな。15歳。おい、お口ジャック、大人が喋ってるんだ。もしも誰かが死んでたらどうする気だったんだ？君の責任だぞ。君が死んでたら、それは僕の責任だ。そんな罪悪感はいらない。はい、そう。分かるか？すいませんでした。謝って済むことじゃない。分かりました。あなたみたいになりたかったんです。もっとできると思ったが、説教も効果なし。スーツを返せ。いつまでもし、永遠にだ。いやです。君が招いた結果だ。そんなお願いします。返すんだ。スタッフさん分かってない。スーツなしじゃ僕は何もできない。スーツなしじゃダメなら、スーツを着る資格はない。まあ親父みたい。着替えも持ってないし。それを何とかしよう。